お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのランバーバルーンデッキね、作っていこうかなと思います。というわけでランバルがちょっと増えてます。でトリトンの枠がゴブ折りの方もいるんですけど、トリトン型の方がなんかこうよく使われてる印象があります。というわけで今日はこれやっていくんですけど、いやー久々ですね、ランバルがなんかいるっていうのは。なんでだろうね、なんか強いんですよ。スケドラが結局強くて、まあ、なんかこう後ろからランバー流して端前バルーンのなんか追加スケドラみたいなのがもうなんていうか脳死なんか、まあデッキパワーがあるって感じですね。これはすごい、まあ、なので非常におすすめでございます。まあ、あとトリトンがなんかユニット対決基本勝ってくれるんで、なんかね安心してねトリトンに全部任せられるというところです。さあこれはねちょっと厄介ですが、キング起動をしたいので、隅っこにユニット出して、隅っこにユニット出してゴーレムをこんな感じでねキング起動してヒースピでねコウモリを処理して時間稼いで OK、はい、もうこれでぶっちゃけ勝ちですまあこれゴボウリだったらこうキング起動はできないんですけど、ゴーレムを釣ることができるので、まあそれはそれでこう守りやすくなるよっていう感じですね。まあ、なので、トリトンない方はぜひゴブ折り型でね、やってみてください。さあもう、これって負けないっすよね、多分こっからは。相手は多分トルネードがあるんですけど、よし、あ、これ金起動してるんで、雪玉打つ必要なかったですね。もう、で、こっからは、もう言っちゃえば、端前にランバルするだけ、ランバープラスバルーン、そしてヒースピの10骨で攻めるだけで、まあ相手からしたら苦しくなるっていうやつっすよね。さあ、ゴレが来るかどうかなんですけど、おー、一回ライトニング。で、ライトニング使ったので、ここもうランバル行きたいですよね。行きたいけど、コストが間に合うかどうか。はい。行きます。間に合う。ランバル、いや、間に合わん。間に合わん。バルーンランバーになっちゃったんですけど、まあ、言うてそれはそれでね、この、逆にランバーが刺さるみたいな。うん。あ、まあまあいい取るね。はい。で、まあ、タルババー、転がしつつね。圧をかけていきます。いやーマジでランバルするだけで相手はこうほぼ角で2枚出さないといけないんですよ。こうランパーの受けとあのバルーンの受け、バルーンの対応する空ですねと陸ユニット出さないといけないので、まあ、基本的にこう9コスとかでヒースピも添えて10コスの攻めにはなるんですけど、まあこうアドを取られないというか、なんか簡単に抑えられることがないので、よいしょ。さあこれはゴレを引っ張ってあげて取りたんでね、ゴロを引っ張りつつ、よいしょ。これね、ダクネのコウモリに雪玉打って、なんならヒースピで回復もさせてあげたいですけど、いやもうトリトンいるだけでね、なんでも守れちゃいますよね。メガナイトとか来てもトリトンで守れますし、よいしょ。さあこれもランバルして、後ろからね、ヒースピ、もう端前これ、こう、ポポポって、こう攻めるだけで、相手からしたらきついっていうね。はい、感じでございます。いやマジで、脳死ですね、これなので、なんだろうね。こう試合してても端前で初手10コス攻められて、ランバーバルーンヒースピーとかされて意外と押されるとかもなんかよくあるんですよ。マジでそれで対空なかったら折れますし、まあこうランバルで攻めた時に、まあ、一番嫌な防衛はこうやっぱ施設プラストルネードで、まあ、キング起動されるともう逆にこっちが大ピンチみたいな、まあ、ことはありますね。なので、まあ、初手からヤンキー攻めすると、まあ、本当に完封キング起動されてボコボコにされるっていうパターンもあるんですけど、まあ、相手がそうじゃなかった場合は、結構ね、こう、ほぼ刺さるという感じで、まあ、丁寧に戦うのは全然いいと思うんですけどね。さあ、今回相手は、スケウッドテスラクロスですね。アッチャー型だったらいいな、遅延型だったら、ちょっと嫌なんですけど、ワッツライフさんはね、多分、遅延型を使う人なんですよね。あ、アイスズ出てますね。アイスズ出てますね、普通に。さあ、トリトン。いや、トリトンがね、やっぱり、バカなんですよ、これ。強すぎなんですよね、あの子が。で、これ今、テスラを抑えたので、これもうだってバルーン添えて、まあ、さすがにこれロケが来ますね。あ、ロケが来ない。あ、これでトルネか？よいしょ。相手コストが、あー、竹取れねえか。まあ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 、入ってる。で、これはトリトンでしっかり回収してね。いやー、このダメージがでかいですけど、多分、防衛クロスからの、
芋の一回防衛に入られるんですよね。なのでそこでまあなんか綺麗に緊急起動されたり、こう一回ね落ち着かれるとちょっと怖いかな。クロス置かれたら、まあ、ランバルだったり、まあ、バルーンでクロス壊せばいいので、まあ、あと遅延だったらスケドラがきついと思うんですよね。そう、いやこれですね、ここをどうするかで、バルーン飛ばしてもクロスにだからトルネでね多分美味しくいただかれるんで、一回置きます。これがいいのかちょっと疑惑ですけど、一回置いて OKOK ロケなので、このマスケも相手うざいんですよね。雪玉打ってロケ使ったで、まあ多分あれなんですよ、テスラトルネがあるから別にロケ使っていいやって感じなんですよね、相手からしたら。でここでルート強制します。ここに出してあげるとグイってやって行く予定のあのテスラに寄らないっていう、まあトルネがあるんですけどね、これでゴリゴリで、いやテスラが勝って、テスラが硬い。まあ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 、いい攻めじゃないでしょうか、今の攻めは。で、もう一回、これ、いいペースですね、僕の方が。相手今、トルネ使った後、これ攻めて、ヒースピも添えてあげたいですね。ワンチャンロケ防衛もある。これマスケがね、生きてほしいんですよ。お、待って、俺のあれが消えてる。で、これトルネでキング移動かな。さあ。まあでも、こう攻めていけば、まあ、キング移動されちゃったものの、悪かない。これ残んねえかな。おお、当たるか今の。いやー、でスケドラで圧を加えたいんですけど、いやこうなったらもう地獄級なんですけど、回復して、いやどうせやべえなー、これ逆サイ行きたいけど、逆サイ行っても結構もう削り間に合わない気がするな。まあ、行くしかないですよね、僕としてはもう行くしかなくて、あとはもう祈るだけみたいな。ぶっちゃけね。あとは祈るだけ。これで、あ、ババが殴る。うふふ、勝てー。まあこれはね、しょうがない気がしますね。多分もう、削りま、勝てないんですよ。なので、どうしようかな。最後にワンチャンなんかね、あればいいんだけどな。スケドラ追加が押したいですね。ぶっちゃけ。よいしょ。いやー、これね、いや、いいトルネだ。トルネがね、うまいですね。で、あー、地獄のね、地獄の、この芋を突破したい。で、ワンチャン、逆サイ？ずっとこっち行ってるんで、一回逆サイに行くのは、説ありな気がします。で、こう真ん中の辺にスケドラ出して、ちょっとうざめいね。ヒースピも添えて、ちょっとペースを変えたいんですけども、よいしょよいしょよいしょ、テスラ使った、よいしょ、殴った。お、ワンチャン、すごいワンチャンがありそうだ。これもう行くしかないっすね、行くしかない、行くしかない。でトルネオタワーに当ててる、行くしかない。いや、ワンチャン、マジのワンチャンがある。相手はタワーをロケに打たない。ロケはそう。あっちに打たないといけない。いやー、惜しい惜しい、グッドゲームだ。削り勝てねえかなー。あー、まあ、どうしようって感じ。どうしようって感じっすね、これは。まあ、前半に、1000ダメぐらいかな、削れたんですよ。あれは結構でかいと思ったんですけど、なんかむずいですね。もうちょっと逆サイ結末から入ったらマスクがいけるけど、落ち着いたら落ち着いたで、防衛クロスで芋られるんで、まあ、ちょっと今のはね、しょうがないという感じでね。や、次やっていきます。トルネ持ちだと、まあ、やっぱこう、なんていうんですかね、ディガーがないんで、このデッキには。そう、最後削りがね、足りなくなっちゃうっていう風なのは、まあ、ちょくちょくあります。施設トルネですね。施設トルネが嫌です。施設トルネじゃなかったら逆にもうボコボコですね。というわけで、さあ、マスケ、ホグ？あれ？ユッキーが飛んできましたね。マスケと、これはまあ、ランバー、これ一回待っていいですね。
てかまあランバー出てバルーン行ってもよかったかもしれないんですけど、まあ一回イモろうかなと思います。さ、新鋭対マスケなので、まあバルーン説は全然ありますね。相手がよいしょ、相手がバルーンっぽいですね。これランバー来たんで、そうバルーンも来る。よいしょ、さあここはまあ耐えて耐えて、よいしょ、ういういさあバルーン対決、さあどちらが勝つかというような試合なんですけど、相手新鋭対バルーンなので、新鋭対バルーンには雪玉しか滑りがないんで、こうヒースピが確定でこうまあ回復できるよっていうのがありがたいところですね。さあこのトリトンはまあ引っ張ってもらいましょう、てか引っ張られてもらいましょう。俺なんかね、橋に近い方が勝つので、まあ先に出てる方ですね。はい、先輩トリトンの方が勝つってやつですね。よいしょ。さあこれはね、何も言っていいんじゃねえ、もうこの脳死脳死足前ランバルで、これはスケドラ防衛とかですかね、どうだろう。はい、まあなんですけど多分折れますね。折ってもらってこれを頑張って防衛しますという風なやつです。来るかな、あ逆来る。まあこれ折られなきゃいいんで、ぶっちゃけ雪玉でね、折られなきゃいい、折られなきゃいい、折られるんかい。いやでもこれ逆に相手今攻めたから、これにバルーンつけて真ん中ランバーとかダメかな。あ真ん中ランバー全然ダメ、すごいダメだった。いやまあでもでもいい、まあまあいい、まあまあいい。もう一発、もう一発落としちゃえ。あ落とせねえか。でまあ相手はこれぶっちゃけ237を削んないといけないんで、まあ、来るんですけど、僕は守りたいんですけど、さすがに爆破入るだけで終わるので、一回ね守る風を見せかけて守らずに、これもう端前ね、ランバー越し、ランバー越し、ランバーヒースピで、これもうゴリ押しでスケドラがカモン、おら行け行け、走れ走れお前ら。いやまあ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 、爆破でオッケー、いやいい。でこうなったらさすがにキングはもうおられないので、こっち側に盛りつつもう一回ランバルするだけ。多分相手サイクルがちょっとね遅いんですよ、やっぱ新鋭隊の分で。これでヒースピ添えて、これ一発入れば勝ちですからね、一発入れば勝ち。スケドラいらっしゃい、おあげい、グッドゲーム。まあ、トルネがないだけでこのランバルがこうまっすぐねまっすぐね進んでくれるんでね、まあ、それがね、まあ、でかいかなと思います。さあもう一戦いけそうですね、もう一戦いったらもういいよね、出かけたいと思います。よろしく。さあもう初手ランバルヒースピーやっちゃおうかなね、ちょっといや運ゲーか、さすがにそれは運ゲーになっちゃうんですけど、まあ一つあるよねっていう、これランバルのランバで拾ってもうバルンでね、普段こんなことしないんですけど、ちょっとねなんかワンチャンありそうっていう、でランバルしたら、まあ、こんな感じでね、うまいとただ守られてカウンターされて行かれるっていうこれねやばい、いてープリンス、プリンスのカッツンがやべえ、思ってるよりいて、いっとまあ気をつけてくださいね、最初からこういうことするとこうやってね初手逆にワンパンされることがね、ワンパンしようとしたら初手逆ワンパンがあるんでね、お気をつけくださいという感じで、相手マスケプリンスポイズン、わかんないですね。ジャイホリのポイズンなのかな、ワンチャンありそうな気がします。で、ジャイってかポイズン使ったので、後ろスケドラ最強。さすがにファイブ来ないでしょ。ファイブ来るパターンも面白い。で、これは、よいしょ、もうさすがにカウンターの形になってるので、ヒースピも添えてあげて、あれ、雪玉打ちてー。雪玉打たなくても多分一発は入ると思うんだけど、うわ、レイジがめっちゃいい活躍してる。で、これあれなんですよね。ゴブジャイがタワーに殴っちゃうんで、キング起動できるんですけど、やりゴブのダメージが痛いっていうね。さあ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 、ゴブジャイプリプリ、マスケインドポイズン、超高火力デッキですね。まだマスケインドだったら、まあバルーンは通ると思いますね。さあ、これちょっと早めに溶かしたいですね。このプリンス君結構厄介なんで。で、戦われる、よいしょ。あ、勝ってねえか、惜しいな。惜しいっすね。で、ランバーで相手プリプリ咲いた、マスケも咲いた、これは高めインドが来て、このインドを、あ、インドじゃねえな。いや、これバルーン飛ばしていいかな。いや、ダメだな。一回待ちます。一回待って。
ポイズンがちょっと嫌なんですけど、これトリトンにゴブジェ引っ張られるじゃないですか。でポイズン打たれたらあのヒースプレー回復します。これよしよしよし、まあ、いい。これで誘ってね、こう誘うっていうのも大事ですからね。まあ、ヒースピが今強いんでこういうのもあるよと。でもここでさ、フルカウンターの舞でインドラに雪玉打ってと思ったけど、マスクに打っちゃえばいいかな。うい、ナイス一発ドシンと。いやー、これでだってバルーン2発通したらタワー折れますからね。ちょっと強えんだ、バルーンが強えんだ。一発通せば逆にもうほぼ勝ちまであるんですけど、よいしょよいしょよいしょ。これもう遅延かけて耐えて、オーケー、グッドゲーム。さあ、これがね、あのまあトリトンの優秀なところというか、引っ張っちゃうんですけども、逆に早めに溶かせる。そしてまあその近くにユニットを配置することによってヒースピで回復しやすいというのが、結構ね、こうトリトンの優秀なところかなと思います。ぜひね、ランバーバルーン、これ今結構人気デッキ強いと思うんで使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。